韓国が日韓合意の検証結果を発表。両国の関係は今後どうなる？慰安婦問題の最終的不可逆的な解決を謳った日韓政府のこの合意をめぐって、交渉過程などを調査していた韓国外交省のですね、作業部会、昨日検証結果を発表しました。報告書では被害者の意見を十分聞かないまま、政府の立場で合意したと指摘しています。被害者が受け入れない限り、政府間で慰安婦問題の最終的不可逆的解決を宣言しても問題は再燃するしかないと結論付けています。報告書、日韓合意が導き出された経緯、あと内容の分析評価、こちらに力点が置かれ、政府への勧告、これはですね、盛り込まれませんでした。佐藤さん、この内容いかがでしょう？ですね、はい、この報告書ですが、はい、正直何言ってるのかわけがわかんないと、はっきり言ってしまえばめちゃくちゃだよと思います。はい、というのはですね、まずこれはね、被害者のつまり元慰安婦の意見を十分聞かないまま、政府の立場を中心に合意したと、それが問題であるという文脈で言ってるわけですが、政府間合意を政府の立場で合意するのは当たり前じゃないですか。そんなもの、はい、それからですね、元慰安婦の意見を聞かなかったというのはこれ韓国側の問題であって、はい、日本とは関係ありません。そしてですね、被害者が受け入れない限り問題は再燃すると、まず第一に元慰安婦の中でかなりの数の人が今回の日韓合意によって、日本が拠出した10億円の、元にした、あのお金をですね、受け取ってるはずなんです。じゃあ、あの人たちは受け入れてるわけですね。受け入れない限りってまさかですね、一人でも受け入れない限り再燃するとか、そういうこともあるのかと、しかしまたですね、見方を変えれば、それはこれは問題ですので、被害者の心情に立ったらですね、それは問題は永遠に解決しませんよ。どれだけ謝罪されても納得いかないし、どれだけ保証されても納得できないっていうのは、それは人間の心情として私理解できるわけです。しかし、それでは政治も外交もあったものではないと。そこはそれ、それはお気持ちはそうでしょうが、やはり国と国との付き合いですと。どこかでけじめはつけなければいけないんですと。というのが政府の役割でありまして、こんな人事みたいなことを言ってもちゃ困るわけですね。これでは正直、韓国政府は慰安婦問題に関する限り、問題を処理する意思も能力もないと、そう告白しても同じと言わざるを得ないでしょう。さて、その日韓両政府なんですけれどもね、おととしにこの慰安婦問題を最終的に解決することで合意したわけです。で、その後に就任したのがムン大統領ですね。パククネ政権の時にこの日韓両政府というのは合意をした。で、その後にムン、ジェイン大統領になった。で、このムン大統領はですね、こう言います。国民の大多数が情緒的に受け入れられずにいるこの慰安婦問題をですね、としまして、日本政府とのこの交渉過程を検証する作業部会を、韓国の外交省に5ヶ月前ぐらいですかね、立ち上げた。これでも韓国側は最終的にどういうふうに持っていきたいんですかね。こういったらなんですが、韓国側にでそこまではっきりした目標とかビジョンはないと思います。というのは、私の感知する限りですね、今慰安婦問題が再燃しているのは、実は北朝鮮の危機から、あれに直面したくないと、なるべく目を背けたいというですね、国家規模の現実逃避ではなかろうかと。つまり、はっきり言えば北朝鮮問題とは深刻です。キム・ジョンウンが核開発を放棄するとは信じられません。ということは、どこかで米朝はぶつかる危険性が高いです。そしたら韓国は大変な、被害を受けることも、もうかなりのリスクは高いと思います。で、しかしそれに関して韓国は何かできることがあるかと、はっきり言えばあんまりないわけです。しかも、こういったなんですが、核開発をめぐる国際関係の危機ですから、ここで解決から関与する上でもですね、自分で核兵器持ってない国っていうのは、はっきり言えばかなりの程度、蚊帳の外なんですよ。これはまあ日本もあんまり一言は言えないわけですが、となるとですね、一番被害を被りかねない立場なのに、結局のところをどうすることもできないと。そういう時に、まあ、なんか別のことにですね、注意をそらしてですね、現実逃避を図ろうとするのは、やっぱ例によって人間の心理としては理解できます。で、慰安婦問題っていうのは事柄の性格上ですね、こう、告発する方が道義的優位に立ちやすいわけです。ですから、安心して言ってみれば騒げる問題、そっちに走ることで、より、危険な問題から目をそらそうとしてるんじゃないかと。その意味でですね、慰安婦合意について、じゃどういうふうにしたいのかってことについて、韓国側に果たして明確なビジョンなのというものがあるのか、私は正直疑っております。そういう理由なんですね。さて、一方ですね、菅官房長官会見で、日韓合意は国際社会から高い評価を得ている、政府としては引き続き粘り強くありとあらゆる機会に合意の着実な実施を韓国側に強く求めていくと語っています。合意に基づいてですね、日本政府、その韓国で設立された財団に10億円を拠出済みなんですよね。で、すでに財団通じて、先ほども佐藤さんおっしゃってますが、元慰安婦の多くがですね、現金を受け取っています。
じゃあ今度はですね、日本としてはこれどうしていけばいいんですかね。日本、これは簡単ですね。はい、つまり韓国側の対応に関わらず、これはもう最終的、かつ不可逆的に解決したのであるという立場を貫いて、これは日韓合意を日本としては着実に実施していくと。はい、そして、もしそれがですね、阻害されるようなことがあれば、それは韓国側の問題であり、韓国側の責任であると。はい、なんで、ちなみにムン・ジェイン政権の、大統領は、なんかこれはパククネ前政権が勝手にやったことで、国民は納得してないとか言ってますが、韓国の政権交代に日本は責任持てません。はい、ですから、それはそちらの事情ですから、そちらで型をつけてくださいとしか言いようないんです。で、韓国の中ではこのですね、この合意によって設立された若い癒し財団とか言うんですよね、これを解散しろとか、日本が拠出した10億円を返せとかね、とかいう意見も上がってるようですが、これはもう返還すると言っても応じない方がいいでしょうね。つまり日本はやるべきことをやったんです。それで韓国が、いや、あれおかしいとか言ってても、じゃあそれは韓国の中で話をちゃんと決着させてくださいとしか言いようがありません。はい、なんて言ったって最終的、不可逆的ですからね。そうです。しかも、不可逆的ってのは韓国側が合意に盛り込んでくれといった表現なんです。はい、自分から不可逆的と言っておいて、それをひっくり返すと何であるかと。それではですね、韓国とは、まともな外交交渉はできません。正直。はい、さて、ただですね、韓国政府なんですけれども、来年年明けにはもう、ピョンチャンオリンピックが待ってます。はい、ですから、その、ね、ピョンチャンオリンピック、パラリンピックが始まる前に、日本側を刺激するっていうのは、なるべく避けたいでしょうしね。ですから、その合意の破棄に踏み込むかどうか、この対応策の決定とおそらくですけれども、オリンピック、パラリンピックの後になるだろうという感じがしますよね。はい、で、韓国側の対応によっては、日韓関係さらに冷え込む可能性もあるわけなんですけれども、はい、例えばですけども、このオリンピックに安倍総理の出席、した方がいいのか、しない方がいいのかとか、そういう問題にもなってくるんですかね、これ。これはですね、要するに、日米間の緊密な連携、はい、特に北朝鮮問題ですね、この日米間の緊密な連携が今必要だという建前にどこまでコミットするかですね、つまりこれ出席しなければ、じゃあ今度は日本が日米間の連携の足並み乱してるじゃないかということになりかねません。しかし現にですね、日米間の緊密な連携というのは言われてますが、この前のトランプ大統領の訪韓の時の韓国側の対応を見れば分かる通り、足並みを韓国は率先して乱しております。ですからどこまでこの緊密な連携という建前にコミットするのか、はい、そこの兼ね合いだと思いますね。一方では菅官房長官なんかはね、その例えば日中韓ですか、はい、このあたりの首脳会談なんかは、来年にはやろうなんていうふうには考えてるようですよね。はい、そうですね。ですからいろいろやっぱりこの、方面というか、いろんなその角度でやっぱりこの外交ってのは難しい面があるなという感じがいたします。さて、文大統領ですが、サード高高度防衛ミサイルの配備めぐってですね、中国ですよね。先日中国訪問で、冷遇されたと言われています。中国との関係もよろしくない。そして日本との関係も、これがずっと続くのであれば、決していい状態ではない。これ韓国どうなんでしょうね。中国に行って、あれですね、ムンジェイン大統領が中国に行って冷遇されたと、これは冷遇されたことは間違いないと思うんですが、これについてですね、表向き理由として上がっているのは、この韓国のサード配備について中国が反発しているということですが、本当問題はそれ以上のものがあると思うわけです。つまりですね、今東アジア情勢、特に朝鮮半島情勢で一番問題なのは北朝鮮の核危機なわけです。はい、で、これがどういう形で解決するか、もちろん最終的にはわかりませんが、平和的に解決される可能性は正直低いです。となるとどういうことになるかと。いずれ朝鮮半島を挟んでですね、米中が直接睨み合うようになるわけです。はい、その時にですね、にもかかわらず、韓国は何をしているかと。一方でサード配備をやるってことは、アメリカにいい顔してるわけです。はい、ところが今度はですね、訪中はいつやったかと。12月13日。これっていわゆる南京事件の日なんですよね。それで中国行ったら今度は反日で、我々の韓国と中国は反日で足並みが揃ってるんだとか言ってると。はい、これ言っちゃうんですが、中国にしてみればですね、それってコウモリじゃないかお前はという話になるでしょう。はい、しかも、北があれだけですね、ミサイル撃ってる時にですね、はい、人道支援をまだやると言ってるわけです。で、この人道支援について凍結するという発言は確か出てないはずです。はい、それ、どれだけこれコウモリやってるんだって話になるわけです。それは北としてもですね、この国はちょっと信用できないという、というふうに中国が判断するのは仕方ないんじゃないでしょうか、これは。なるほど。ある面はやっぱりアメリカに頼るしかない部分がありますよね、はい、防衛面では。はい、でも一方ではやっぱり中国とも仲良くしなきゃいけないという、はい、この韓国の、立場がある。それがだから今コウモリというふうにね、表現されましたけど。だからあまりに節操がないという感じはどうしてもあります。実際これは中国の新聞で、環球時報というのが、サード配備が決まった時に、韓国は要するに大国間の勢力争いの中を漂う浮き草になるぞと文句をつけてるわけで、だからちょっとそのコウモリじみた真似やめろと、中国はそう言いたいんじゃないでしょうかね。
まあだからといってじゃあ韓国はね、じゃあアメリカにつきますとか、じゃあ中国につきますとも現時点では言いづらいっていうのもそれはまた現実です、ね、そうです。ただしこれ腹をくくらないとどっからも信用されませんよってことは言えると思いますよ、はい、今朝のコメンテーターは佐藤健二さんでした。